おはようございます、アランです。今日はこれから今マカオを出発して香港空港に行って日本に帰るんですけど、なんか今回の席は隣がないね。ここだけ一番最後尾なんで一人席。いやーいいね。で、この間ね、マカオに来るときは窓際の席座れなかったんですけど、今回窓際の席座れたんで、まあ最終日にしてね、雨が降ってるんですけど、まあ、外の景色もねちょっとね見せれるっていうことで、ベネチアンマカオから、タイパフェリーまで、タイパフェリービルディングまで、シャトルバスが出てたんですけど、最初に着いた、マカオフェリービルディング、マカオフェリービルディングは、9時半からのシャトルバスだったので、今回フライトが1時からだったんでちょっと早めに出たんですけど、だったんでタイパフェリービルディングから今フェリー乗ってるんですけど、それでも香港エアポート行きはあって、チケットカウンターが、タイパフェリービルディング入ってから一回上上がってチケット売り場あるんですけど、そこじゃないんですよね。そこじゃなくて、なんかエアポート行き用はエアポート行き用で専用のやつがあって、でその専用の、チケットカウンターでチケットを、270マカオパタカで買って、フライトのチケットも発行してもらうっていう感じになってます。なんで、乗り換えみたいな感じでマカオから、香港エアポートで乗り換えみたいな感じでできるっていうことになってますね。でしかもその270マカオパタカでこのフェリーのチケットを買ったんですけど、120ドル戻ってくるらしいです、タックスリーバンドで。なんで150ドルぐらいなのかな、結局行きもそれぐらいだった気がするんですよね。なんでそんな変わんないっていう感じになってます。それじゃあマカオにさよならをしたいと思います。いやー、マカオ良かったな。昨日の夜も結局タイパ地区で、ウエスタンユーロップ料理のお店でパエリアをね食べに行ったんですけど、いや、そこのパエリアもすごい美味しくて、あとはあれか、この間ポルトガル料理のレストランでも食べたアサリの何蒸し、白ワイン蒸しとかもまた食べましたね。いや、めっちゃ美味しくて、なんか結局マカオとか香港で中華料理ってそんな食べてないかもしれないですね。台湾のニューローメンとか、あと朝ごはんとかは食べたりしたけど、でもこっち来て食べた半分ぐらいはイギリスとかポルトガルとかスペインとかそっち側の料理で、もう半分は中華系かな。うん、それぐらいでしたね、なんだかんだで。いや、結構やりたいことはたくさんできたんで、ちょっとねマカオでドローン飛ばせなかったのがね残念ですけど、やりたいことはねほぼできたと思うんで、いや今回本当にいい旅行でした。またね香港とマカオ来たいと思いますけど、次はいつ頃になりますかね。今年中は行かなそうだと思うんで1年後ぐらいかな。うん、まあ結構近いんでやっぱすぐ行けるんですよね。しかもフライトも行きが5時間40分とか、帰りが4時間ちょっととかなんで、なんかちょっと寝るのに適してるぐらいだから、まあ行きやすいと思います。しかも街全体が大きくないっていうのと、あと交通費が安いんで全体的に行きたい場所は大体どこでも行けるし、タクシーでも使っても全然安いし、やっぱ街の大きさとあと交通機関の安さで、やっぱ行きたい場所にすぐ行けるってのがいいかなと思います。なんか最近はね、去年は台湾とかね台北が雑誌でたくさん特集されてたんですけど、今年、まあ今年ってか
今年でいいのか、てか去年の冬からみたいな感じか、だいたい冬シーズンとかになってた気がするんですけど、今年はなんか香港が雑誌でも特集されてるんでね、なんかたくさんの人が香港行くのかなと思って、まあ、この動画が少しでも参考になればいいかなと思ってますけど、いや結構良かったですよ。まだ全然やりきれてないこともあるんですけど、まあそれはね次来た時とか、まあ、また別の機会にやればいいかなと思いますので、じゃそんな感じでそろそろ空港の方着くので、次は日本でお会いしましょう。さよなら。帰ってきました。帰ってきたビールです。お疲れ様です。うまい。あーやっと家に帰ってきました。向こう9時ぐらいに出てね。で、なんだかんだ今着いたの11時なんですけど、オフィスに行く前にいろいろ荷物多かったんで置いてきたんですよ。で、その時鍵とかも置いてきちゃって。で、そしたらね、一回家帰ってる途中に鍵忘れたことに気づいて、もう一回オフィス戻って、もう一回今帰ってきたんですけど。いや、疲れた。まあ、日本着いてから、一緒に行ってた同僚の先輩とご飯も食べたりしてたんですけど。いや、やっと帰ってきました。久々にね、猫のボビーにも会えて。いや、でも楽しかったなぁ。いや、楽しかった。本当に楽しかったです。で、途中フェリーで言ってた、マカオのフェリー買った時に、なんかタクスリファンドがもらえるかもみたいな話してたんですけど、あれはきちんと香港に着いてから税関通ってかな、香港に着いてからちゃんとねそのリファンドの場所がリファンドカウンターがあるんで、そこで120ドル戻ってきて、もうねさっきまでずっと一緒にいたんですけどね、もうなんかめちゃめちゃ呼ばれる。まあ久々なんで、まあ猫も呼んでることだし、まあたくさん動画、もうね、これ最後の動画なんで、多分8本ぐらい上がってると思うんですけど、いや、できればそれ全部見てもらって、香港行きたいっていう気持ちを高めてもらえれば嬉しいです。また、来週、まあ来週って言っても、今の来週なんで、もうそっちについてると思うんですけど、また来週の月曜日からね、今度は2ヶ月と1週間ぐらい、ちょっと、また日本離れて別の場所にいることになるんで、まあそちらの動画もね楽しみにしてもらえればと思います。それでは香港マカオ5泊6日かな、うん、5泊6日の旅でした。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。アランでした。